こんにちは。東麗虚慶堂の高井田健三といいます。本日は私ども東麗虚慶堂で普段やっております稽古をいくつか紹介したいと思います。剣道のレベルについては毎年、子どもたちの体力、技量、そういったものが変わってきますので、その年々によって、指導の中身が若干は、変わってきますけれども、基本的には、今からお見せします、基本を中心とした、メニューを日々取り組んでおります。最近心の病気という問題が社会で非常に問題になっております。そういった意味でも、私のこの教え子たちは心と成長の体のバランスというものを考えながら、まず心の成長が先に行きまして、その後に体の成長がついていけばいいなということを考えながら指導の方をやらせていただいております。本日はよろしくお願いします。